女の人の後ろ。あ、そうやね。あ、増田さんの後ろ。ぬるいとね、餃子の時に入れなあかんね。だからね、だからあれ好きになってよ。ミリーちゃんのリボンがついてる。ミリーちゃんの心の扉を開ける。開けて。すごいと今後最近。そうやね。すごいね。すごいね。続いてるね。まあな。うん、そうやね。見て。すごいでしょ。ありがとうございます。取った？取ったよ。やだ。これちょっと悪いな。山の一番よく見えるという、あ、そういう合わせ方なんですね。おお、なるほど、なるほど。おお、全然見えないよ。
やっぱ電波でございます。あっちはもうなくなったんですか。あの間はレンタルがあるんですよ。坂からずっと小屋しが細いのあるんですよ。マイケル違うでしょ、これ突っ込んだら。そうですか。だけど、これとある？あっちもある。これもね、あれと種類が。ないっすよね、増えてる。同じような日の中でこれだけ。僕は症状です。うん。うん。大丈夫ですね。いやいや、だいたいわかるわ。ずっとこんなもんばっかりやった。いや、もうばっかりやった。もっと赤いです。そこら辺り、ずんぼ。遠いやった。半分でそう、半分や。これでもすごいと思うけど、初めて。滋賀県の伊吹山行ったことある？ない？だから、キーと夏のキャンプは行ったから。一回上がったけど、女房と一緒に。高山植物。はい。キーとキャンプとかで。夏のキャンプも寒いですよ、ば。それがね、やっぱりこんな感じなんですが、だからあそこはだから土でなくて高山植物のいろんなのが、種類がたくさん。それがその一面いうよりもやっぱポッ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 とこう。僕らその若い時に、そんなんで行ってないから。夜が行って、ただね、飲んでバーベキューしてくれるだけなんです。だけども、晩に寒いとかね、こんな何だと寒いのって。薪売ってもらって、薪して、焚き火してある。暖とともに。伊吹山は女房と一緒に、車であそこは頂上まで行けるから。で、有料やけど。はい、分かったわ。小川が流れとってね、そこで顔洗いに、冷たい冷たい真夏でも。何年ぐらい前やったの？ここにもあるんだろ？ここはない。天気は案外天気ある。日の当たりのキャンプ。割と最近キャンピングカーを止めてやったことある。止めてないからね。車でも上がってこれますよ。あ、そうな。道あるんですよ。俺らは10人のことがあるって言うよ。それからもないよ。もうないですよ。そうやな。何もでも見ちゃう。最後の作った。初めて。初めてです。今日はでも僕が来てくれるから晩ご飯も。いやいや、昨日ね、一番言うとったんやけど。またの。また来ますわ。あ、な
何度か歩けるようと分かったから全然しない、全然しない。あんまりでもだけど、みんなに、あれやんか、途中で会った人なんかみんな元気やん。いやいや、あれ俺登ってる人は途中で止まってましたね。あれ登ってる人はどうしようかなって止まってました。早くみたいにもうやめようかな。カーブのところで止まってたから、あれだから登りの人ですよ。あれ登りの断面組ですね。治安組です。お前断念する人おんねんよ。いや、おると思いますよ。せっかく来たのにな。いやでも分からんかったらやめますよ。分からんかったらな。いや、あの教室でね、このしんどさで4分の1やったらもうやめとこうってなりませんか。だからその先を知らんから。そう、ね、あれ思ったでしょ。私自分も思ったでしょ。思ったでしょ。だからあれみんな測るか3分の1か4分の1でもう半分は来て思った。もうやめとこうと思うでしょ。もう半分は来て思った。すごいですね。ここの登っていく山が越えて下がってちょっと上上がるとかあるんですけど、それが頂上なんですけど、それも全部通る距離だからね。なるほど。頂上あれ、ここの頂上なんですよ。はいはいはい。ここで頂上と計算してるんです。今ここからというよりはまだ2、3でアクセスなんか。もう一回回るの。なるほど。そういうことか。だらけだもんね。そりゃそうやな。この距離も入れてるから、みんなやめとこう。最後の感じですね。最後の横へ動くところに全部入ってます。